はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。で、この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、この動画がより多くの方に届きますように願っております。はい、ですね、4日ほど前にね、口の中に塗る塗り薬を僕今塗ってるんですけどね、実はそれをね、塗り忘れたんですよ。で、まあその日一日ね、様子見て、まあ、次の日塗ればいいかと思ったんですけども、実はその次の日も塗り忘れたんですよ。そしたらね、僕の体にね、あることが起こりました。それはね、口の中が痛くなくなったんです。そんなことあります？痛いから薬塗ってんのに、その薬塗れへんかったことによって痛くなくなったんですよ。何これってなったんですよね。まあ、口の中の話はね、何回もしてるんですけども、まあ、最初はその、お薬の話ね、薬のね、口の中の薬は、まあ、最初粉末やったんですよ。で、そして、まあ、症状が良くなってきたということで、まあ、口腔外科のからのね、指導で塗り薬に変更になって、でまたその塗り薬にしたことによって症状が悪化してしまいまして、また粉末に戻してもらったんですよね。ほんでまた症状が戻ってきたので、塗り薬に変更になったっていう今の現状なんですけども、2回も薬が変更になって、まあ、いたじごっこやったんですけどもね。ほんである日ですよ、まあ、4日前なんですけども、まあ、その塗り薬をね、塗り忘れてしまって、まあ、次の日も忘れてしまいまして、塗るの忘れてしまいましてね。で、次の日、その次の日っていうのはね、もうわざと塗らなかったんです。そしたらね、全くではないですけども、今ほんまに痛くないんですよ。ほんまに症状が和らいできた。あの1回目で塗り薬なんかやめといたらよかったんちゃうんってね、思うわけですよ、こっちとしたらね。まあね、俺の食べたいものが食べられへんかったら、この時間を大せって僕はちょっと怒ってます。まあ、塗らなかったことによって、見事に口の中のただれのね、傷口が少しずつですけど消えてきてるわけですよ。あの左のね、こっちの左のほっぺたの内側の傷口はほんまにもうなくなってきてるぐらいですよ。ほんまにもう左側は痛くないですし、まあ、右はちょっと残ってますけど、まだね、触れたら痛いんですけどね。まあ明日次の日なんで、まあ、口腔外科はないんですけども、内科の先生にね、ちょっとこの方と報告して、次回までのね、対策を相談してきます。あとはね、眼科もあります。明日は眼科もあります。眼科はね、まあ、以前にも動画でお伝えしてますけども、目がかすんで焦点が、まあ、ピントがね、合わなくなって困っていることをね、しっかり相談してきます。まあ様子見できっとまた目薬出されるのが落ちないのかなと思いますけどね。まあ、しっかり聞いてきます。また報告します。っていう感じでした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの動画がね、より多くの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。